ファイルメーカープロ12では、オブジェクトフィールドの強化が行われました。インスペクタで、オブジェクトフィールドに対して、最適化の設定を行うことで、フィールド内でムービーの再生や、PDF の閲覧などが可能になりました。オブジェクトファイルの外部保存に、新たに セキュア格納オプションが加わりました。オブジェクトフィールドで設定を行います。オブジェクトフィールドのオプションダイアログを開きます。データの格納タブのオブジェクトデータを外部に保存にチェックを入れます。すると保存先としてデフォルトで指定されている基本ディレクトリが表示されています。個々のオブジェクト用に サブディレクトリを作成することもできます。そして、オブジェクトデータの保存先には、2つのオプションがあります。オープン格納を選ぶと、保存先をさらに細かく設定することができます。セキュア格納を選ぶと、保存先直下にセキュア以下のディレクトリが生成され、データが保存されます。OK をクリックして、ダイアログを確定すると、 オブジェクトデータの転送ダイアログが開きます。転送をクリックすると、データベース内から指定したディレクトリへとオブジェクトの転送が行われます。ディレクトリを確認すると、このように指定したディレクトリに対してイメージオブジェクトが転送され、保存されていることがわかります。また、オープン格納したファイルは外部アプリケーションから開けるのに対し、 セキュア格納したファイルは開けないようになっていますまたオブジェクトファイルを格納する基本ディレクトリを設定できますオブジェクトの管理ダイアログを開きますオブジェクトファイルの保存場所を示すパスは 基本ディレクトリとそこからの相対パスで指定します。オブジェクトファイルの保存場所は、外付けのドライブのような他のボリュームやネットワークパスを指定することもできます。リモートデータベースに保存されている大きなイメージにアクセスする場合に、パフォーマンスを向上させるために、 サムネイルの生成条件について指定することができます。イメージのサムネイルを生成して保存にチェックを入れると、アクセス時にサムネイルが利用されますが、ない場合は、イメージのアクセスに元の画像が利用されます。そして、サムネイルの格納場所の選択が行えます。ファイルメーカープロ12では、オブジェクトフィールドに対する各種の設定が強化されました。 様々なオブジェクトをデータベースに追加でき、かつ最適な状態に保つことができます。